日本東京都台東区柳橋柳橋は東京都台東区の町名。現行行政地名は柳橋一丁目及び柳橋二丁目。郵便番号は一一一のゼロゼロ五二。台東区の南端に位置する。北で倉前、東で隅田川をまたいで、隅田区横網、両国、南で、中央区東日本橋、日本橋曝露町、西で、 浅草橋と接する。中石平野にあたり地形は平坦であり、東を隅田川、南を神田川が流れる。隅田区川には、鉄道橋以外に、直接渡る手段がない。南西に一丁目、北東に二丁目が廃される。国道六号沿いにあたり、主に商業地として利用される。柳橋は1630年の江戸時代に、徳川幕府が設置した米蔵。 浅草三倉の一部として指定されており、現在の柳橋二丁目には、三河岡崎藩邸や品の上田藩邸などの武家屋敷が置かれており、勧誘地となっていた。浅草三倉は、隅田川の西岸、神田川北川の一角に、南は、現在の柳橋二丁目より、北は、倉前三丁目にかけて位置していた。浅草三倉は、幕府の米蔵であり、 地祖が勤労となった後は、米林または、米蔵と呼ばれ、1878年以降は、大蔵省内において大阪など、全国の米蔵を掌握し、米価の調節など貯蓄米に関わる事務を行った常、平局が管理し、浅草三倉の地に本局を置いた。柳橋一丁目は、浅草旗子町などが中心に、江戸前の料亭がの木を連ね、特に、 柳橋芸妓で知られた。関東大震災後の復興と区画整理に伴い、1934年に町名が変更され、従前の下大来門町の大部分、新森田町、新片町、旗子町の大部分が、浅草区柳橋一丁目、旗子町の一部、旗子町二丁目、河原町東部、須賀町東部、三倉前、片町東部が、 浅草区柳橋2丁目となった。1947年3月15日に、下役と浅草区が合併し、台東区柳橋1丁目及び2丁目となり、1964年に、住居表示が実施され、現行の柳橋1丁目2丁目となっている。名称は、神田川と隅田川の合流点近くに、柳橋と称する橋があったのにちなんだ。 2020年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。